皆さん、こんにちは。小橋です。え今回はですね、まあ、受験生の方向けに結構受験勉強の話をしたいと思います。普段サブチャンネルでは、まあ、どちらかというと周辺の話をするんですけど、受験勉強のね。まあ、今日はちょっとね、ドストレートの話です。まず、あの、受験生の方に伝えたいことがありまして、 もう今勉強するしかないってことを僕は伝えたいです。まあ今、このコロナウイルスのいろいろな情勢で、まあほぼすべての受験生の方、まあ高校生の方、まあ影響を受けていると思います。まあまず学校は休校になっている方も多いでしょうし、まあもしかしたら学校に行っているっていう人も、まあいるみたいなんですね。まあ、なんだけれども、あの、そういった人もですね、まあ何かしら影響はあると思います。 で、やっぱり今年、まあ、受験を勉強、ねえー、してですね、まあ、来年の受験を迎えるという不安、これもね、当然あると思うんですよ。やっぱり、今ね、このコロナウイルスの影響で、来年の受験に対して、何かしかの、ね、こう変化とかね、こう変更点っていうのが出てきてしまう可能性というのは、僕は大いにあるんじゃないかというふうに思います。ちょうど、まあ、今日ですね、この撮影してる日に、ヤフーニュースを見ていたらですね、まあ、文部科学大臣がですね、まあ、栄養入試とか、 推薦入試とか、まあ秋に行われる。まあだからいわゆる土地明けではなく秋に行われる手前の入試形式に関しても少しね、まあ考えなければいけない。その期間の延期とかね、そういったものも考えなければいけないという発言をされていたという報道がありました。まあそれ自体がね、まあどうこうってわけじゃないんだけれども、やっぱりもうそこまで及んでるんです。 秋のものを動かさなければいけないとか、考えなきゃいけないって言ってるってことは、やっぱりもう冬のものも、やっぱり何かね、影響が出てくる可能性はあると思うんです。もちろん、大学入試なんで、もうね、もう勉強とかどうでもいいから、みんなにくじ引きして受験しようみたいな、そんなことはないと思うんですよ。だけど、やっぱり何かしか、こう、今勉強している人にとって、まあ、こう、まあ、デメリットっていうのが発生することは僕はあるんじゃないかなというふうに思います。 ただ、やっぱり今年の受験生を見ていて、すごい不安なんですよ。で、不安で、あの受験生がね、不安で、まあ、勉強に身が入らなかったりとか、やっぱりその学校に行ったりとか、塾に行けないっていうことで、集中して勉強できなかったりっていう人もいるみたいです。で、それは別に僕も納得します。まあ仕方ない部分もあるなと思うけども、あの、皆さんが思ってる以上にですね、今すでにですよ。この4月の半ばの段階で、めちゃくちゃ差がついてます、受験生。 はい。やっぱり、この3月の頭ぐらいから、いわゆる、ま、休校、春休み期間、まあそ、なんて呼ぶかは人それぞれだけども、その期間が始まり、この1ヶ月半ぐらいですね、以上経ちました。その段階でですね、あの、学力もそうだし、勉強習慣の身につき具合もそうだし、相当、あの、二極化しているってことが言えます。はい。僕ですね、自分個人でね、えー、生徒さんをずっと今までも見させてもらっていて、今でも個別指導しているんですけれども、まあ、その生徒さんなんかは、やっぱり、 あの、まあ、勉強に関して言えばね、まあ、ガチ勢というか、あの、本気でやってる子たちなので、そういう子たちを見ると、んま、すごい一生懸命やってます。はい。やっぱ3月の頭から、まあ、学校がないのをいいことにというわけではないけれども、自分なりにスタディサプリを使ったり、映像授業を使ったり、あとは参考書独学ですよね。こういったものを駆使しまくって、なんとか、その、一歩でも前に進んでやろうということで、勉強しています。皆さんね。 うん、で、その中で、やっぱり、学校に行く、登下校の時間とかもないし、ね、変にこう、まあ、変にってわけじゃないけれども、受験に必要がない科目を何かやらされるっていう時間もないんで、まあ、もちろんいろいろありますよ。その、よしあしとか、ね、外出しないから運動がとか、その、よしあしとかありますよ。ただ、一旦それ置いといてね。勉強時間だけで言えば、相当やってます。相当やってます。はい。で普通の、こう、来年のね、受験に向けて、勉強する3月4月と比べると、まあ、ぶっちゃけ、 2倍とは言わないけども、でも1.3倍から1.5倍ぐらいは彼らね、勉強してるんじゃないかと思う。やっぱりね、勉強の習慣、身につき具合っていうのがすごい勢いになってます。やっぱり本来であれば夏休みとか、ああいう長期休暇ね、1ヶ月半とか2ヶ月近くある、その期間を一生懸命自宅とかで勉強して身につけている習慣を、 もう3ヶ月前とか、4ヶ月ぐらい前にね、もう身につけちゃってるって感覚です。だから、頑張れてる子はすごい先に進んでるんですよ。全然だから僕が今まで指導してきて、あの、こういうペースでやってこうねってやってたのに、この期間になったせいで、すごい進むのが早くて、調子が良くなっちゃって、思ったより進んでるよねってこう多いです。はっきり言って。一方で、やっぱりそうじゃないっていうパターンもあります。まあ、僕が指導してる子にはあんまり多くないけれども、 やっぱり勉強ができない。そう。あのー、集中できない。嫌だとできない。まあ、いろいろね。まあ、言い訳するなとかいろいろあるけれども、まあ、まあ、そもそも別に言い訳とか一旦置いといて勉強してないんですよ。そうすると習慣も身についてないんですよ。だから、いつもの、その3月とか4月とか、学校がある程度ある時と比べて、そういう人って多分0.7倍とか、下手したら0.5倍とか、しかも0.5倍すらやってない人もいるんじゃないかってぐらいなんですよ。 で、それって、まあ、聞いてて分かると思うんですけど、めちゃくちゃ差がついてますよね。もうこの、しかも4月の段階で差がついてるんで、例えば、冬とか迎えて、ね、上位層と下位層に分かれちゃいましてね、じゃないんですよ。この4月の段階なので、やっぱり、これまずいと思います。はい。あの、少なくとも、来年しっかり受験しよう。ね、僕が大学に行くんだ、いいとこ行きたいんだって思ってるであれば、今すぐにでも勉強始めなければいけないというふうに思います。はい。今年は差がつくよね、じゃなくて、もうついてます。 はい。差がついてます。もう現時点で,で。しかもこれがどん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 広がっていくんですよ。だから、本当にもう今しかないです。はい。今しかない。まあ、常に僕は今しかないって言うんだけど、やっぱこの動画せっかく見たんだったら今しかないから、本気で勉強に取り組んでほしいと僕は思います。はい。でも今ならまだどうにかになります。二極化してるんで、ね。自分が勉強できないタイプだったとしても、こっち側になんとかね、食い込むことができれば、もしかしたら、 ね、道は見えてくるかもしれないし、まあ成績がかなり伸び、ばすこともできるかもしれない。だけどもうずっとこっちで、まあ言い訳しながら、まあダメだダメだってやってたら、もう絶対成績伸びないんで。 うん、わかりますよ。いろんな環境の人いますから、ね、家でなかなか一生懸命勉強できないとか、まあ家のね、環境も、まあ自分の部屋がもらえて、ね、騒音がないなんていう環境は、まあなかなかないよ。なかなか難しいけれども、例えばね、その、家族がちょっとね、うるさいとか、まあ、自分の部屋がないとかいろいろあると思うけど、でも人それぞれ与えられた環境でやるしかないんだから。 うん、もちろんだからあなたが不利だとかね、あなたは他の人よりビハインドがある。もちろんその可能性はあるよ。だけど、じゃあその俺はビハインドがある、俺は不利なんだって叫んでも何も変わらないんですよ。うん。だったら、それがもうどうしても嫌なんだったらもう受験じゃなくて別の方向で人生生きた方がいいじゃん。ね。でもそうじゃなくてあなたは受験勉強ってものを選んだわけなんだから、だったら一生懸命やろうっていう話ですよ。ね。だから僕はね、もう何度も何度も言って申し訳ないんだけれども、やっぱりほんと今なんですよ。この今年は、本当に今です。 はい。あの、毎年別に春になった瞬間に、今だ今だってまあ言ってるかもしれないんで、まあ同じかなって思っちゃうかもしれないけど、今年は違う、マジで。これは本当に差がついてしまう、一個のパターンなので、パターンというかもうタイミングなので、まあこの時期にね、あのー、まあサボってしまうっていうのは、本当に致命的。うん、あの人生将来、あの時サボって良くなかったなって思ってしまうかもしれないぐらい、良くないタイミングだと思うので、ぜひね、皆さんは、うんなんて言うんだろう。 一生懸命勉強してほしいと、個人的には思っております。はい。まあもちろんね、あの、いろいろあると思いますよ。 この、教材がね、どうだとか、勉強の仕方がわからないとか、いろんなね、こと、あとあると思います。なので、僕も、例えばね、このサブチャンネルのライブで、皆さんの質問に答えるように頑張ってます。やっぱこの休校期間は、自宅で勉強する人が多い。自宅で勉強する人が多いということは、学校の先生に質問できたりとか、塾の先生に質問できないことも多いだろうなと思っているので、なるべくね、この3月4月は、えっと、質問のライブ配信をしてきました。んで、これからも、まあ、していこうと思います。うん、思うけれども、まあ、やっぱり、あの、 あの、なんていうかな。皆さん自身が自立して勉強し始めないと成績は上がりません。当たり前だよね。僕に質問をして、僕がね、何かを返して、それで皆さんは、あ,あ、分かったって思ってくださるかもしれない。僕はありがたいよ。ね、それでね。だけど、やっぱり皆さんの成績を上げるんだったら、まあ別に僕じゃなくてもいいよ。誰でもいいから教えてもらう人がいたりとか、YouTube の映像授業見るでも何でもいいけど、自分で手を動かさないと。 ね、いくら動画見たって、いくら質問したって、自分で手を動かさなければ、絶対に成績上がんないんで、これは保証します。はい、手を動かさないで、ね、あの大学受かったやつなんていませんから、自分でやっぱり問題集なり、まあ何でもいいけどね、参考書なり解いて、 で、それで実力をつけていくってことだけは忘れないでください。うん。そこさえ忘れなければ、今は勉強環境はだんだん整ってきてます。ね。それこそ、いろんなね、YouTube とか、スタディサプリとかでいろいろ授業が見られたりとか、ね。まあ僕がってわけじゃないけど、僕を含めいろんな人でね、ご質問に答えたりすることもあるし、まあお金をね、ちょっと払えば、いろんな人にもう実際にオンラインで家庭教師してもらうこともできるし、環境はだんだん整ってきてます。だからあとは、やっぱり、その自分がやっぱやるかどうかですよ。 うん。やるかどうか。ね。だから、例えば、塾に行かないで受かった人、いくらでもいるよ。お金使わないで受かった人もいくらでもいる。けど、問題解かないで、自分で手を動かさないで、ある程度の時間勉強しないで受かった人なんていないから。ね。だから、絶対そこは自分でやるんだという強い気持ちを持って、ぜひ望んでほしいなというふうに思います。 はい。僕からの願いは以上です。ぜひね、今年の受験生の皆さんは、まあ最後まで諦めずに一生懸命取り組んでほしいなというふうに思います。はい。というわけで本日は、ちょっとね、メインチャンネルっぽい、ちょっとサブチャンネルの動画でしたけれども、まあやっぱ今のうちにこれ言っとかないと,と思ったんで。 あの、動画にさせていただきました。まあね、皆さんもいろいろ思うところあると思うんですが、ぜ、ま、ひ、あ、勉強を頑張ってやってい,っていただければ、まあ、この動画撮った意味あるかなというふうに思います。はい。ではこれからもね、またいろんな動画出していきますので、ご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。